フランク・ロイド・ライト、フランク・ロイド・ライト、フランク・ロイド・ライト、1867年6月8日から1959年4月9日は、アメリカの建築家。アメリカ大陸で多くの建築作品があり、日本にもいくつか作品を残している。ルコル・ビュージエ、ミース・ファンデル・ローエと共に、近代建築の三大巨匠と呼ばれる、バルタグロピューを加え四大巨匠とみなすこともある。 カーポートの名付け親でもあり、1930年代にユーソニアン住宅にカーポートを設置し、初めてカーポートと呼んだ。ただし、世界で初めてカーポート付き住宅を作ったのは、ライトの建築設計事務所に勤務していた、ウォルターバー・デー・グリフィンであった。ウィスコンシン州に牧師の父ウィリアム・ライトと母、アンナの間の第一子として生まれた。 ウィスコンシン大学マディソンコードボック科を中途退学した後、シカゴへ移り住んだ。おじ、ジェンキンの紹介により、建築家のジョセフライマンシルスビーの事務所で働き始めたが、一年ほどでシルスビー事務所を辞し、ダンクマール・アドラーとルイス・サリバンが共同して立したアドラー・サリバン事務所へと移った。アドラー・サリバン事務所ではその才能を見込まれ、 事務所における1888年以降のほとんどの住宅の設計を任せられた。ライト自身もサリバンをレバーマイスター、愛する師匠と呼んで尊敬し、生涯にわたりその影響を肯定し続けた。アトラー・サリバン事務所に勤めて、もうすぐ7年になろうとした1893年、事務所での設計業務とは別に、アルバイトの住宅設計を行っていたことが、 サリバンの知るところとなり、その件を咎められたライトは、アドラー・サリバン事務所を辞し、独立して事務所を構えた。ライトの経済的困窮は、子だくさんに加え、洋服や車など、贅沢品を好むそのライフスタイルにあった。1894年のウィンズローテ亭は、独立後最初の作品である。独立した百九十三年から1九百十年までの十七年間に、 計画案も含め200件近い建築の設計を行い、プレーリースタイル、草原様式プレーリースタイルの作品で知られるようになった。1906年のロビー亭は、その代表的作品である。プレーリースタイルの特徴としては、当時シカゴ周辺の住宅にあった屋根裏、地下室などを廃することで、建物の高さを抑えたこと、水平線を強調した佇まい。 部屋同士を完全に区切ることなく、一つの空間として緩やかに繋いだことなどが挙げられる。ヨーロッパの建築様式の模倣である、新古典主義が前世であった、当時のアメリカにおいて、プレイリースタイルの作品で、アメリカの郊外住宅に新しい建築様式を打ち出し、建築家としての評価を受けたライトであったが、この後1936年のカウフマンテー、落水槽までの間、 長い低迷期を迎えることとなる。そのきっかけになった出来事が1904年に、竣行した、チェニー邸の世主の妻ママチェニーとの不倫関係であった。当時、ライトは1889年に結婚した、キャサリン・トビンとの間に6人の子供を設けていた。すでにチェニー夫人と恋仲にあったライトは、妻キャサリンに離婚を切り出したが、彼女は応じなかった。1909年、 42歳であったライトはついに事務所を閉じ、家庭をもして、チェニープ人とニューヨーク、さらにはヨーロッパへの駆け落ちを強行する。1911年にアメリカに帰国するまでの2年間に設計活動が行われることはなかったが、その間に滞在したベルリンにおいて、後にライトの建築を広く知らしめ、ヨーロッパの近代建築運動に大きな影響を与えるきっかけとなった。 バスムート社出版のライト作品集の編集及び監修に関わった。1911年に帰国したライトを待っていたのは、不倫事件によって地に落ちた名声と設計以来の激減という危機的状況であった。妻は依然として離婚に応じなかったが、ライトはチェニープ人との新居を構えるべく、母アンナに与えられたウィスコンシン州スプリンググリーンの土地に、 タリア船の設計を始めた。その後、少しずつではあるが設計の依頼が増えてきたライトを、さらなる事件が襲った。タリア船の使用人であった、ジュリアン・カールトンが建物に放火した上、チェニープ人と二人の子供、及び弟子たちの、計七人を斧で斬殺したのである。なお、逮捕されたカールトンは、犯行の動機を語ることなく、七週間後に、獄中で餓死した。当時、 シカゴの現場に出ていたライトは何を逃れたが、これにより大きな精神的痛手を受け、さらには再びスキャンダルの家中の人となった。そのような中で依頼が来たのが、日本の帝国ホテル新館設計の仕事であった。1913年、帝国ホテル新館設計のために訪日。以後もたびたび訪日し、設計を進めたが、大幅な予算オーバーと後期の遅れに金する。 経営陣との衝突から、このホテルの完成を見ることなく、離日を余儀なくされた。ホテルの建設は、弟子の遠藤真の指揮のもとその後も続けられ、1923年に、竣工した。数々の不幸に見舞われ、講師にわたり、大打撃を受けたライトであったが、1930年代後半に、ナルト、カウフマンテイ、落水層、ジョンソンワックス社と、 相次いで二つの代表作を世に発表し、70歳代になって、再び歴史の表舞台に返り咲くことになる。二作ともにカンチレバー、型持ち量が効果的に用いられた。同時期には、プレイリース,スタイルの発展系である、ユーソニアンハウス名付けられた新たな建設方式を考案し、これに則っ,った工業化住宅を次々と設計した。 ここでは万人により安価でより良い住宅を提供することが目標とされた。1936年のジェイコブステーはその第一作目の作品である。そのスタイルには変遷もあり、一時はマヤの装飾を取り入れたことがあるが、基本的にはモダニズムの流れを組み、気化学的な装飾と流れるような空間構成が特徴である。浮世絵の収集でも知られ、 日本文化から少なからぬ影響を受けていることが指摘されている。浮世絵のディーラーとしても知られ、不合のために日本で浮世絵を購入した上で売却している。妻としてキャサリン・トビン、ママはボスを行く、元チェニープ人、内縁、モード・ノエル、オルガ・イバノア・ヒンゼンブルグ、神秘主義者グルジェフの弟子で彼らの引下げする、新生舞踏のダンサー。 キャサリンとの間に実施が6人。息子のフランク・ロイド・ライト・ジュニア、通称・ロイド・ライト、ジョン・ロイド・ライトは共に建築家。孫娘に、アカデミー賞女優のアンバクスターがいる。2019年7月7日、アゼルバイジャンのバクーで開催されていた第43回世界遺産委員会において、フランク・ロイド・ライトの20世紀建築作品群として、ユニティ・テンプル、フレデリック・シー・ロビー邸。 タリアン、バーンズドール邸、ホリーホック邸、落水層、ハーバートキャサリン・ジェイコブス邸、タリアン・ウエスト、グッケンハイム美術館の発見が世界遺産に登録された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。